こんにちは、マリアージュ賃貸の藤井です。住宅ローン払ってますか？ビックリマンチョコ集めてますか？はい、今回は前回に引き続いて左近山団地の動画になります。今ですね、前回の動画を撮ったところから少し離れたところから、左近山ショッピングセンターへ歩く途中の道から動画をご覧ください。今回はですね、歴史だったりとか、現状どんな感じなのかっていうのもご紹介していければいいかなと思います。はい、今ね、普通に道路歩いてるんですけども、1967年、昭和42年に左近山団地の開発が始まりました。1967年ですよ。昭和42年っていうとね、すごいですよね。築57年ってことになりますから、いやー、57年60歳の還暦まであと数年というレベルの団地です。ですけどね、全くそういう古い感じとかはしませんね。やっぱり前回の動画でもお伝えしたようにですね、しっかり修繕をされていたりとか、清掃もしっかりされておりますので、あまりそういった築57年って聞いても、ん？っていう感じですよね。あまりそういう感じがしないといった印象かなと思います。で、当時の写真なども見ていただこうと思います。はい、こちらどうぞ。はい、これ多分ね、開発し始めてマンションですね、まあ団地が建ち始めた頃の、画像じゃないかなと思うんですけど、まだね、結構空き地というか、まあ整然としてる感じですよね。はい、まだ人は確かに住んでる感じはしますけど、まあ多分その当時の写真なんじゃないかなと思います。はい、まあ昭和レトロななんか雰囲気ですよね。はい、この写真は特にそうですよね。ちょっとまた、道路歩いてますけども、もう一枚ね、航空写真があるので、それもちょっと見ていただこうかなと思います。はい、こちら航空写真です。はい、まだね、建物を建ってますけどね、周りはまだ空き地があったりとかして、今とまた雰囲気が違うような現状がわかるかなと思いますね。はい、まあこういう写真って非常に貴重ですよね。はい、歴史を語る上でこういう航空写真だったりとか昔の写真って本当に貴重だなと思います。はい、そしてまたちょっと道を歩いていこうと思います。で、結構ね、Google 検索とかすると左近山治安とかね、そういうふうに書いてあったりするんですけども、治安をね、心配される方、お住まいになろうとしてる方ですよね、いらっしゃるんじゃないかと思うんですけども、そういった治安の悪さとかそういったところは感じません。ちなみに団地全体の大きさは55ヘクタールです。めちゃくちゃ大きいですよ。相当大きいと思います。はい。で、隣接する団地でですね、市沢団地というのがあるんですけども、ちょっとね、すごい近くにあるから一緒のように思えてしまうんですけど、左近山団地と市沢団地はまた別の団地なんですよね。はい。そのように思います。はい。で、昭和43年。入居開始からピーク時は2万人の方が住んでいたそうです。2万人ってすごくないですか？すごいですよね。2万人の方が住んでいたという、確かにね、私子供の頃すごい人がたくさんいたイメージがあるんで、本当にそのぐらいいたんじゃないかなと思います。もう30年以上前の話ですけどね。で、現在はまあ人口減少もね、理由としてはあると思いますけども、約8000人の方がお住まいという。ですけどね、また住む方もどんどん増えてくるんじゃないかなと思います。こうやって綺麗に修繕したりとか、雰囲気も決して悪くないので、いいんじゃないかなと。そしてここはちょっとご紹介しますけども、売られてる物件だったり、賃貸募集してるのがあるんですけども、非常にお安いです。綺麗にリフォームされていたりとかね、するんですけども、非常にお安い形になっています。IKEA さんとね、コラボしてるお家なんかもあったりもしますけどね。はい。非常にお安いんじゃないかな。これは600万円です。安いですね。安いと思いますよ。2LDK の間取りで600万円。で、もう一件ちょっと売買物件ですかね。これ590万、もっと安いと。まあ、これもリフォーム済みですからね。非常にいいと思いますね。590万円。もう、全然1000万いかないと。で、賃貸物件も5万9000円です。非常に安い。こちらのお部屋もね、綺麗な感じで。
いいと思います。私の友人もね、過去若い時住んでました。500万ぐらい確か買って住んでると思いますけど、非常に安くて、お部屋を見た時もびっくりしました。はい。で、もうサコン山ショッピングセンターに到着しました。はい、こちら一応ね、あのショッピングセンターの方もご覧になっていただければいいかなと思います。私はね、前回の動画の、あの商店街というかね、あちらの方によく行っていたので、こちらはそんなにたくさん来た印象はないんですけども、でこちらも本当に30年ぶりぐらい、30年ってことないな、こっち側は逆に、10年以内に何回か来てるんですね。はい、理由は後でご紹介します。はい、で、まあ、右の方にちょっとごめんなさい、カメラ映ってないですけども、スーパーなんで、大きいスーパーして、お買い物は十分できるんじゃないかなと思います。で、定休日のお店もね、あると思うんですけど、少しね、寂しいかなっていう感じがしました。やっぱりこちらもですね、やっぱ高齢の方が多いからっていうのもあると思うんですけども、まあ、介護関係とか、そういった施設が多く入っていくというか、まあ、ちょっと、複数あるかなっていう印象ですかね。まあこれはまあどこの商店街でもそういう現象っていうのはあるんじゃないかなとは思います。はい、ちなみにこれ昔から住んでる方とかは知ってますけど、マックありましたよね。マクドナルドもあったんですよ。で今はね、もうなくなってしまったんですけど、いつなくなったのかちょっとね、私もわかんないんですよね。いつの間にかなくなって、買いに来た記憶もあるんですけどね。ないんですよね。まあ他にもね、近くにマクドナルドが何店舗かあったりもしますので、まあ、こちらになくてもいいのかなっていうご事情もあるのかなと思いますけどね。はい。渋い用品店ですよね。こういうお店ってしぶといですよね。渋いですよ。なかなかね、いろんな謎の用品店たくさんありますけど、しぶといですよ。地域の方もきっと結構買ってるのいつも思いますね。結構何気に人もね、ああいうお店っていますからね、お買い物してるので、はい、私ももう少し年齢がいったりしたら、ああいうところで買い物をすることになるのかなと思ったりもして、で、こちら、唐揚げのタッチ、ここめっちゃ美味しいですよ。で、この唐揚げを買いに来るので、何回か私、ここ10年ぐらいに買い物来てるんです。ここに、これを買いに来るためだけに行ってるんです。はい。ここ美味しいです。本当おすすめです。イートインも多分できそうな感じになってます。いつも私ね、買って持ち帰って食べるんですけど、いろんな味があって美味しいですよ。はい。で、今、ショッピングセンターのところ、もう最後の方ですけども、郵便局。郵便局って本当ないとね、不便だったりするんですけど、しっかりね、郵便局があります。便利じゃないかなと思います。まあ、境山団地ね、非常にまだ8000人の方が多く住んでて、今後もね、増えていっていただきたいと思ってます。で、ぜひね、こういった団地とか、相続されたマンションでお困りの方は、賃貸転用のご相談、割合賃貸、お問い合わせください。よろしくお願いいたします。本当にね、こういう団地が活気ある団地に戻るように、頑張って事業展開していきたいと思いますので、もしご協力していただける方いらっしゃいましたら、お問い合わせくださいませ。はい。で、今回の動画はこちらで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。いつもありがとうございます。チャンネル登録ももしよろしかったらよろしくお願いします。それでは、お願いします。ありがとうございます。